はい、こんにちは。9月9日、金曜日の日替わり竹部でございます。さて、まずですね、今回は冒頭に一点お願いございます。お願いというかですね、まあ、リスクコーションに関してのお話でございますけども、実は本日と明日、これ分けてでございますけども、フランス・マルセイユにおいて G7、いわゆる先進国増床、そして中央銀行総裁の会議が行われております。さてですね、この中で、まあ、結果として、的には、まあ、共同声明が出るまでわからないわけですけども、ご存知の通り、米国の、まあ、景気後退懸念、そして、欧州の債務懸念というところを、まあ、起因といたしまして、世界的な、まあ、景気後退懸念というものが問題になっている経緯でございます。さて、このリスク回避をするべきに対してですね、まあ、皆さん日々マーケットの方を取り組みしていらっしゃると思いますけども、G7 の、まあ、終了の時にですね、共同声明がなされます。この内容に関してはもうすでに皆様方それぞれ類推なされている方々もいらっしゃると思いますし、各種報道でも出てると思いますが、結果的にどういうことが起こるかといいますとですね、本日、いわゆるニューヨーク市場の終値と、そして週明け月曜日の始まり値、声明内容によって、追加緩和、金融緩和、そういった措置、内容等によってですね、大きく上下する可能性がございます。いわゆるこういったところによってですね、レバレッジ商品、リスク管理をしておかないとですね、自動ロスカット等、こういったものが出てまいりますので、十分ご注意していただければと思います。当然ここにはですね、普段 OCO やまた差し値、いろんな戦略の取り方あると思いますので、今回をですね、元にぜひぜひ再考していただければというふうにして思います。その他でございますけれども、本日が9月9日ということで、朝陽の節句、菊のお祝いのお話、日でございますけれども、実は9日、9、10、11日と、9月11日日曜日、9月11日と言いますと、さて、こちらの方をちょっとご覧になっていただきますでしょうか。911テロがあった時でございます。今から10年前という形になりますけれども、この時実は私も学生時代の後輩が、あのタワーの方におりまして、当時は彼の安否の確認と、そして彼の実家の方に電話をしたのと、そして各種金融機関、そしてプライスを取って、というような形で、非常にもうついこの間のことのように覚えてるんですけども、非常に忌まわしき事件があった次第でございます。で、この時でございますけども、ドル円はマイナス 3.3%、そしてユーロ円はマイナス 1.85% と、こういった急騰の時にはですね、こういった国際的なテロに対しては断固として、我が国政府日銀も国際協調金融システムの維持という形で、約3兆2000億円の、ドル買いもしくはユーロ買い円売り介入をして、金融システムの維持を図ったというところでございました。今回のマーケット、そういったところまでは、もう当然、すでにいろんなところでの監視がなされているわけでございますけれども、ニューヨーク市場の方ではですね、市長を中心として、まだ限界に体制を取っているというような話も報道されておりますので、万が一の時に備えて十分ご注意していただければと思います。10年月日が経つというところで、なかなかリスク感濃度が鈍くなるような状況ではございますけれども、こういった時をですね、改めてリスク管理に重点を置いて、マーケットの方にお取り組みしていただければというふうにして思います。以上、9月9日金曜日の日替わり竹部でございました。